どうも、よしお兄さんです。最近娘はおままごとで野菜を切るのにハマっています。そのおかげで野菜の名前を覚えられています。よしお兄さんのもっとパパに見えてきましたね。今日は三重県津市美杉町とリモートでつながっています。柴山さん、そちらはいかがでしょうか？はい、自然たっぷりでとっても気持ちいいですよ。かつてお伊勢参りの宿場町として栄えた三杉町、現在も美しい自然が残っていて森林セラピー基地にも認定されています。そこでここにしかない魅力を伝えたい、そんな思いから立ち上がったのが柴山さんが副会長を務めている田舎ツーリズムという取り組みなんです。よしお兄さん、はい、農泊という言葉ご存知ですか？いえ、農泊というのは初めて聞きました。三重県では旅行者に農産漁村地域ならではの魅力を味わってもらう農泊を推進しています。農泊とは？教えてもらうために訪れたのは三杉町にあるうぐいすの宿、宿泊するお部屋に案内してもらいます。こちらでくつろいでいただけます。いや、なんかこう本当にテレビで見るような昔のいい風景って感じですね。明治時代に建てられた150年ぐらい経つ家です。オーナーの山本さんはもちろん、山本さんのおじいさんも暮らしていたという伝統的な日本家屋。心がほっとするような懐かしいお宿ですよね。まあ、農泊とはですね、地域の中のその昔からの伝統的なあの生活、体験であったりですね、地域の方々と交流をすることを楽しむということができるような農産漁村滞在型の旅行のことなんです。津市美杉町には個性豊かな農林漁業体験民宿があり、それぞれの魅力を生かした体験を楽しむことができます。ここうぐいすの宿では野菜の収穫と季節の田舎料理作りが体験できます。山本さん、そちらは何ですか？これオクラです。オクラですか？はい、オクラですか？それちょっと大きいですね。すごい。季節によって収穫できる野菜は様々。この日は赤しそを大量に収穫。これであるものを作ります。赤しそジュースを作ります。お酢で赤しそを5分ほど煮込み、こした煮汁に砂糖を加えます。綺麗な色が出てきました。そうですね、出てきました。おー、出てきましたね。香りいかがでしょうか？とてもいい匂いですよ。なんか腹減ってきますよ。もうまずこの色がいいですね。自然からこんな綺麗な色出るもんなんですね。そちらにも送りましたので、どうぞお召し上がりください。あ、おいしい。懐かしいですね。なんかこう田舎のおばあちゃんに子供の頃作ってもらった味がちょっとこう記憶が蘇ってくるような、そんな味ですね。ここでパパミエアイズ。説明しよう。パパミエアイズとはパパやママに知ってほしい一押しポイントを紹介するものだ。農泊では親子で体験できるプログラムがたくさんありますが、私が一番注目しているポイントは自然です。うぐいすの宿の目の前には小川が流れていて、都会ではなかなか見ることが難しいメダカが泳いでいるそうです。お宿から一歩外に出るだけで、都会ではなかなか味わうことができない体験ができる。自然体験をすることは子どもたちにとって本当にいいことですよね。私も娘を連れて農泊体験してみたいなと思いました。